毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。さあ頂上やりましょうか。センチャレねやっていきましょう。今日はね11月17日木曜日3週目の初日ねやっていきます。リサさんね先生取りました。テリーキングはねまあテリーかネストスタイル今日これあの LR 出るやつですね。じゃあセスにしとこう。 LR はうわー出たナイトメア。このクラスではダントツで最強ですね。まあ G さんやったら立ち向かえるかなっていうぐらいやと思いますけど、まあそれでもナイトメア強いですけどね。火炎鏡なんでもうこれは絶対勝たなあかんな。アッシュか。うん。で、ゲニコと火炎鏡ね、とりあえず捨てキャラ置いといて、リン、クリスか捨てキャラ、アーカン復活するかもしらん。じゃあ、テリーか。セスはもうね、置いとくのありですね。あ、暴走もいるの？暴走いるの知らんかった。暴走はじゃあ置いとこうか。いや、でも、暴走置く必要ないですね、もう。セスでええわ。ここは。ナイトメアがいるんで。あ、マキがおるんすか。そうなんや。マキがいるから暴走くれたんですね。とりあえずナイトメアを、常にでかい状態にしてたら、まあ大丈夫なんで。ナイトメアは、敵を倒すとね、でかくなれるんですけど、その状態になると、状態異常も入らないし、防御力もめちゃめちゃ上がるのでね。テリーは生きてる。このまま行って、そうやな、このまま行って、このハイデルンは倒さない。うん、これで行こう。次、ナイトメア出します。うん、次出そう、ナイトメアを。まあ、ハイデルン使ってくるよね。で、火炎鏡なんでね、でも、うかつに出すとやばいですね。クリスはやられたけど、復活はしない。で、セスと、ここはね、あれなんですよね。マキを倒したいんですよね。暴走出しとこう。セスとリンも前に出してナイトメア行こう。で、先にもナイトメアから行こうか。ちゃうわ、暴走から行かなあかんか。そうやね、暴走から行かなあかん。で、こっち。で、ここはマキ倒しに行きます。マキを倒しに行きたい。ダブルレップ剣。うん、倒した。で、火炎鏡と、もう一体 LR 何やったかな？ゲニコか。まあ、ここの暴走はもうしゃーないですね。ナイトメア守るためにこういう置き方してるんですけど、そう、両方出された時に、まあ、出されてもナイトメア、守れますので、この形やったら。うん。まあ、この暴走はしゃーない。そうですね。で、あとはもうセスが頑張ってもらうしかない。セス、めまい入ってほしいな。お、打ってくれた。めまい入って。めまい持ちはスキルか。ミルチ。スキル。めまい。おお、入った。きっちり。素晴らしきセス。マジで。で、ここはね、熱室鏡置いとこう。これでいきます。で、使います。熱室鏡使って、セスも使う。で、ナイトメアきっちり回収せなあかんね。こうかな。うん。ダブルレップ剣ね。これね、火炎鏡ゲージ溜まるかな。こっち行こう。火炎鏡今、殴ったらゲージ溜まる気したんでね。ゲージ溜められると厄介なんでね。とりあえずゲニコ離脱入れとこう。アテナ来ましたね。で、次のナイトメアは、オロチに飛ぶか。てか地味にオロチ復活してますね。オロチ復活地味に痛いな、これ。うん。セスは生きてほしい。めまい！あー。アッシュか。いきます。アッシュから。倒せない。マジか。しかし、この火炎鏡は倒す。いや、ナイトメア強すぎる、マジで。お、アテナも倒しました。アーデルハイド。ここな、アッシュ生きてよ。さすがに。生きてよ。やばいか？
うわ結構やばいな。マジか。お、麻痺した。状態異常ないよね、ゲニコは。お、いけた。危ねえ。結構追い詰められたな、今。危なかった。まあでも、ナイトメアでご了承しましたけど、ちょっと危なかったね、今のは。最初にパババってやられたのがやばかったけど、まあナイトメアのでも、底力で押し切ったっていう感じ。ご了承してね。じゃあもう一回いきます。谷村新司さんね。なんなん谷村新司って。ファンなんですかね。ファンなのか、ネタなのか。アンヘル・ビリーはね、まあアンヘル取りますけどね、やっぱ防御、あ、来た来た、よかった、ブライアン防御いなかったらやばいんすよ、マジで。お、マイ14とクリザリとマイカ、さすがに LR 出ると思えへんかったね、今のは。あ、イスラや、終わったな。イオリか、それでも、いやー、きつい。イスラを倒せない、多分イスラ倒せない。マイは後だし、どうしよう。マキシマ置いとこ。とりあえずもうキムやられてもらって、前出すんですけど、イスラがこれね、めちゃめちゃ硬い上にさらに、うおー、何そのダメージ。えぐいて。なんなんそれ。3体やられたで。ちょ、えぐい、このキャラえぐい。こっち、高校で何もせず3体やられたで。そんな感じ？マジっすか。ヤタガラス打ちますけどね。イスラちょっと強すぎないか、今の。そんなに暴れるイスラって。さあ、マイ。うわぁ、なんか反撃来たし。てか、このイスラ倒せないやん。そんな強かった？なんか、イオリやられてるで。うせやん。いや、これもう無理やろ。降参しようかな。イオリもう一回復活使ったわ。なんなんこのキャラ。こんな暴れるっけ？めっちゃ強いやん。アリーナでそんな強いイメージないですけどね。頂上で暴れすぎでしょ。ヤタガラス、このままいきます。復活1回目使いましたね、ユリが。で、マイを打っていく。あ、倒した、一応倒しましたね。うん、クリザリッドはやけど。あ、マイスキルに怒り下げあるんやったら後に打たなあかんかったな。イオリやばいぞ、やられるぞこれ。マジでイオリやられたの。マイはなんかすごい追撃してくるもん、これイスラやばないっていうか、もうもうあれやろ、これイオリ復活できないでしょ。イスラはあと1回復活できるからね、倒せないやん、もう無理や。いや参ったで、これはちょ、むちゃくちゃっすねイスラ。ほんま最初のだって、あの1ターン目に3人やられるのはちょっとむちゃくちゃっすね。まあそれがなくても負けてたと思うけどね。じゃもう一回いきましょう。3戦目いきます。さあ、センチャレ3戦目、ドドタリアさんね。ドドリアじゃなくてドドタリア。これはラルフにしよう。うん、シャンフェイ、これパオ。シャンフェイもね、まあ火力は出るんですけど、やっぱ防御は取っときたい。マキ来た。マキ来るならシャンフェイ欲しかったな。まあね、先のことは分からないんですけどね。ゲニとクーラね。マキが来るなら、シャンフェイ欲しかった。というか、シンゴいますね。シンゴくれた。カスミ、カメ、クマ、ヘビ、トラは、おお、ちょうどトラおったわ。これでシコンっすね。いい感じやな。いい感じのシコン組める。うん。ここは叩いてもマキシマゲージたまらない。カスミシコンは、防御力 30% アップやったかな。で、ダメゲンも何パーか上がった気するけどね。これはかすみのままいきます。あー、もうスキル弱えって、だから。なんでこんなスキル弱いんかな。これ撃たれるやつちゃうの、マキシマに。なんでシンゴとかナコルルとかスキル出ないんかな。撃たれたっすね。かすみ生きてほしいな、これ。ギリギリ。いきそう。よし。ほんなら、シンゴ前。当然これは使います。ちょ、待てよ。ゲニか。シンゴ前でもいいか。スキル出るでしょ。おう、さすがにね。さすがにスキル出た。で、マキを使ってからの、おお、チーム5入ったやん。まさかの。怒り下げも入ったね。ただし、このマキシマ硬いわ。
牧島が硬い。うん、フリーズ使ってきたね。うわー、信号凍結や。痛いな。牧がやられそうやな。信号凍結痛いな、これ。牧島は HP 回復していってますね。オロチヤシロ置いとこか。クリザでもええけどな。あー、ちょっと待ってね。これクリザか。オロチヤシロ置いちゃうと、ゲニ倒せないもんな。まあでも、固く行きたいんで置いとこ。クリザでもう、ゲニを倒しに行くっていう手もあったんですけどね。そやな。まあでも、ここも必殺打てないでしょ、ゲニはまだ。で、マキが今ゲージ溜まってるんで。うわー、ヒナコか。めまいやめてほしい。やめてくれ。50%!やめろ。うわー、これ 50% か、本当に。これ結構入るんすよ。なんか体感マジでね、70% ぐらい入るんすよね。クーラースキル出てる。あー、で、マキ打てるね。お、ここのラルフはいいんじゃない。あ、ちょ待って、これこここそゲニやな。いきます。ゲニちゃん、クリザ、こここそクリザ。沈黙、おいしょー、入れた。っていうか倒した、ゲニ倒しました。いいね、クリーザーバリ強いやん、これ。めちゃくちゃ役に立った。全員沈黙入れたし。モモコ瀕死やし。シャンフェ来た。うん、ここのロチアシロは頑張れる。っていうかあれですね、マキをもう倒さしに行かなあかんな、これ。そろそろね。こういっとこか。いや、こういったらあかんな。この、こうか。で、ここのヒナコは、倒します。さあ、あと1体でしょ、クリス。おし、クリスやったらいけるわ。ラルフやし、こっち。よし、その形ならめちゃくちゃ好都合。こっちので、マキ倒されてもラルフ出せるんでね、まあ、どこ来るか。マキ来ましたね。マキがでもこれ強すぎるっすね、やっぱ。これ倒されてさらにチズルで打てるんで、このマキはほんまにちょっと強すぎますね。で、パオラルフ、打ちます。ドッカーン、チズルも打てるし。で、あー、沈黙入りすぎじゃない。ちょっと待って、めちゃくちゃ沈黙入ってるやん。クーラー倒せるかな。でもこれ通常攻撃、あぶねー。スキル出ないからね、今の。なんか今回沈黙すごいね。クリザリッドもそうやけど、チズルでも沈黙いっぱい入れたし。あ、でもなんか状態上解除したよ、今。モモコが。マジか。モモコ状態上解除とかありましたね、そういえば。未成年のあれね。でもこれはいけました。いや、しかし今回なんか、マキを取っておきながら結構攻められた。やばかったね、ほんまに。でも沈黙入れまくってなんとかいけたんですけど、危なかったですね。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。